育所に通う子どもたちの一人一人が大切にされ、健康的で安全に生活できるよう環境や体制を整えることが私たち保育士の重要な役割です。平成20年3月に保育所保育指針が改定・告示化されました。第5章の健康及び安全では、施設長のリーダーシップのもとに全職員が共通理解をし、保護者との密接な連携のもとに取り組むこと、また地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協力が得られるように努めることとしています。保育所ではアレルギー疾患の子どもが年々増加傾向にあります。しかし医者によって診断が違い、さまざまな食事の提供の仕方や保育所での対応を求められるなど、多くの課題があることが調査研究で分かりました。そのことを踏まえ、厚生労働省では平成23年3月保育所におけるアレルギー対応ガイドラインを作成しました。その目的は大きく3つです。1つ目はアレルギー疾患に対する正しい知識を得るということです。アレルギーは専門性が高く、研究も日々進歩しています。このガイドラインは一度読んだだけではなかなか理解しにくいかもしれませんが、保育所で見られるアレルギー疾患について専門的な言葉も含めて最新の知識を学び、共通理解や園での正しい対応に役立てていただきたいと思います。また第4章ではアナフィラキシーが起きた時のエピペンの取り扱いに関する考え方や使用方法を示しています。この DVD では後半でその方法について実演します。2つ目はアレルギー疾患に対して保育所、保護者、主治医や嘱託医等の医療機関が共通理解をするということです。このガイドラインにより、1つ目でお話しした最新の知識や保育所での生活を3者が共通理解をし、子どもにとって無理のない生活ができるよう対応を検討するために活用いただきたいと思います。そのためのツールとして生活管理指導表を示しています。この生活管理指導表はそれぞれのアレルギー疾患についてガイドラインの内容に沿って確認できるようになっています。入園の時や対応が必要となった時、保護者に配布し、主治医やアレルギー専門医に記入してもらいます。その後、保護者と保育所の職員と面談をして共通理解をして園での対応を決めます。これは学校で使用されている生活管理指導表とほぼ同じ様式となっています。3つ目は対応のための体制作りの強化と地域との連携ということです。例えば食事についてはアレルギー時について全職員が把握し、調理員や栄養士、看護師と連携し、誤食などを起こさないようにするための連携や体制を整えることが重要です。しかしながら、万が一アナフィラキシーを起こした場合、緊急時の対応や役割分担を明確にして組織的に対応すること、嘱託医や救急との連携などマニュアル化しておくことも大切になります。そしてアレルギーについては地域の専門的な支援の下で安全に対応できるよう市町村の支援の下に組織整備も不可欠となります。正しい知識を持ち、ガイドラインで示した原則をもとに、それぞれの保育所で安全安心に子どもたちが生き生きと過ごせる環境づくりに役立ててください。それでは保育所が一番対応に苦慮している食物アレルギーを中心にご講義いただきます昭和大学病院の今井孝成先生をご紹介いたします。こんにちは、昭和大学小児科の今井です。今日は保育所における食物アレルギーやアナフィラキシーの対応に関してのお話をさせていただきます。
現場での具体的な対応、エピペンの実際の使い方なども講義させていただきたいと思っております。食物アレルギーの患者はどれくらいいるのか。おおよそ乳児期には 10%、 幼児期は 5%、 学童期は 2-3%、 成人もあまり変わらず 2-3% 程度と考えられております。ここでわかるのは、幼児期に 10% もいた食物アレルギー児が学童期たった6年間に約5分の1まで減るという事実であります。このお子さんたちはこの除去していた食物が食べられるようになるために、学童期には 2% と減っていく経過があります。こちらは保育園児における食物アレルギーの有病率調査の結果ですが、0歳児1歳児をピークとして5歳児に向かって減っていく様子がお分かりいただけると思います。こういったお子さんたちの保育所における年間の誤食事故発生率はおよそ 20% を超えてくると言われております。食物アレルギーの原因食品はご存知の通り、鶏卵、牛乳、小麦が我が国の三大主要原因食物と言われております。それ以降、ピーナッツ、果物類、イクラ、エビ、そば、大豆、カニ、クルミなどが多いと言われております。ただこれは年齢によって多少違う傾向があります。これは年齢別に見たものですけれども、0歳から20歳以上まで6群に分かれておりますが、頻度の多いものから順に、全体に占める割合が 5% 以上のものを示しております。0歳児は圧倒的に鶏卵、そして乳製品、小麦で全体の 90% を占めます。以降、6歳までの経過の中で鶏卵が最も多い原因食物でありますが、その割合は徐々に減っていきます。また乳製品も0歳児には約4人に1人が牛乳アレルギーですが、その後減っていく傾向があります。それに代わって学童期に向かって増えていくものが甲殻類や果物類、ピーナッツ、魚卵などが挙げられます。年齢群ごとに原因食物が変わってきますので、年齢別に注意するべき原因食物を考えていく必要があります。食物アレルギーはこの食物による不利益な反応という大きな病態の括りの中に入ってまいります。食中毒も食物による不利益な反応という意味ではこの範疇に入ってまいりますが、食物アレルギーと食中毒が同じ病態でないということは誰しもわかることだと思います。それを分けてくれる表でありますが、食中毒は上、毒物混入物による反応に入ります。食品に細菌、ウイルス、寄生虫などが感染していることによって発症するのが食中毒、またもともと毒が含まれているものに対して反応するものもあります。一方で食物アレルギーは食品の中に毒物や混入物があるわけでもなく、食物による不利益な反応が起きるもので、下の分類にされます。この毒物混入物によらない反応はさらに2つに分けられ、免疫基準による反応が食物アレルギーとされます。一方で免疫基準によらない反応もあり、これは食物不対症として分けて捉えていく必要があります。食物アレルギーと一般的に言われますが、実は様々な病形があります。年齢群ごとに、上から新生児乳児消化管アレルギー、食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎、即時型、そして特殊系と分類されます。一番上の新生児乳児消化管アレルギーは、その名の通り新生児期に発症して乳児期に多くは改善してまいりますので、保育所でご覧になることはまずないと思います。また特殊系の2つは学童期以降の発症が多いので、保育所ではあまり問題になることは多くありません。一方で食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎型や即時型はまさに保育所で大きな問題となる病形です。食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎は、その名の通り、乳児期に食物が原因でアトピー性皮膚炎症状が悪化するタイプで、鶏卵、牛乳、小麦などが原因食物として指摘されます。即時型は今回の話の主題ですので、ここでは詳しく申し上げませんが、乳児期から
幼児期以降、成人、老人になっても発症する可能性があり、先ほどお示ししたように年齢群ごとに原因食物は大きく異なってまいります。即時型食物アレルギーのメカニズムを示します。免疫を担当する細胞、マスト細胞、そしてその表面に固着しております IgE という免疫グロブリンが関与してまいります。この IgE はマスト細胞の表面にあり、先端で異物を1対1で認識するような働きがあります。これをもう少し分かりやすく示しますと、こちらの図になります。左側の原因食物 A を認識する IgE、 医学的には特異的と申します。この IgE は先端で、原因食物 A を認識する働きがあります。体の中に原因食物 A が入ってまいりますと、 IgE の型にはまり、その刺激がマスト細胞に伝わっていきます。一方で右側、原因食物 B を認識する IgE、 左の IgE とは先端の形が違うのはお分かりいただけると思います。原因食物 A が体の中に入ってきたとしても、その型がはまりませんので反応は何も起こらないということになります。こちらのマスト細胞に反応する原因食物をが体の中に入ってまいりますと、 IgE に取り込まれ、その結果マスト細胞から化学物質、細胞中の化学物質が放出され、まあ、こういった物質が全身に作用して、さまざまなアレルギー症状が発現してくると考えられております。食物アレルギー症状はさまざまな症状が発現してまいりますが、その頻度はかなり違ってきます。一番多いのは図表でも示しておりますように皮膚症状で、こちらの学校給食で発症した事故の調査ではおよそ7割の患者に出現してきていることがお分かりいただけます。別の調査では 90% 程度皮膚症状が出現してくるというものもあります。おおよそ皮膚症状は蕁麻疹、それに伴う強いかゆみが代表的であります。続いて多いのが粘膜症状です。体には粘膜がいろんなところにありますが、一番多い粘膜症状は唇やまぶたの粘膜症状、外表的な粘膜症状で、見た目に、目が腫れてきたりとか、あとは唇が腫れてくるようなことをよく見受けられます。まあ、これらの2つの症状は、特に命に直接関わり合いのある症状ではありませんので、全身性に強く出たとしても、緊急を要することは決して多くありません。一方、ここから下の症状は時に命を脅かしかねませんので、最新の注意が必要となります。その一つが粘膜症状のうちの気道粘膜症状。気管支の内側も粘膜でできております。こちらの気道粘膜が腫れてきたりすると、最悪呼吸困難から窒息という状況に陥りかねません。気道粘膜は直視できませんので、症状から想像するしかありませんが、成人であれば胸部圧迫感であるとか、胸部高圧感、喉頭高圧感などを訴えてまいりますが、幼児の場合はなかなかそのような症状を訴えることはできず、いきなり呼吸器症状が強く出てくることもありますので注意が必要です。続いて多いのが呼吸器症状。くしゃみ、咳、全鳴、ぜいぜいヒューヒューから呼吸困難が強くなり、最悪呼吸停止も可能性としてはありえます。生命に直結する症状でありますので、その症状の進行には細心の注意が必要です。消化器症状は腹痛、嘔吐、下痢が主症状となりますが、中には極めて強い腹部症状を訴えてくる場合もあります。そして一番少ないのがショック症状でありますが、およそ 7.2% 現れてきます。こちらの表を見ますと、皮膚症状、粘膜症状が多く、これまで食物アレルギー事故を経験した先生方は、先生方の経験を思い出されているかもしれませんし、また今まで経験したことのない先生方は、皮膚症状や粘膜症状が多いんだということを記憶して、実際の症状を出現したときに、的確に早期から発見できるようにしておくことは大事です。しかし、この表で最も重要なのは、
むしろ一番頻度の少ないショック症状です。まあ、ショックという言葉は皆さん日常的に使用してしまいますので、実際の医学的なショックという状況を正しく理解している方は決して多くありません。医学的にショックという状況は、命の危険のある状況を指し示すようなことでありまして、そうした状況に 7.2% も陥るこの食物アレルギー症状は極めて重篤な状況に陥りやすい病気であるというふうな理解が必要となります。実際この調査の中でその後の経過が分かった患者さん方の状況を見た結果でありますが、入院の比率は 6.8% もあります。ショックに陥った患者が 7.2%、 同じ調査で 6.8% が入院しているということから、ショック状態に陥った患者のほとんどは入院しているということが容易に想像できます。外来受診も含めますと実に7割の患者が学校給食で起きた食物アレルギー事故で医療機関を受診していることになります。さまざまな病気を保育所ではお預かりしていると思いますが、その頻度は 5% と決して低くない割合であり、なおかつ、事故が起きれば 6.8% という確率で入院してしまうこの食物アレルギーは、保育所でお預かりしているお子さんの病気の中で最もリスクの高い疾患の一つというふうに考えても間違いではないと思います。続きまして、アナフィラキシーという言葉の定義をお話しさせていただきます。これまでもアナフィラキシーという言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、間違えて理解されていることが多いですので、改めて学習し直してください。アナフィラキシーは食物、薬物、蜂毒などが原因で起こる即時型アレルギー反応の呼び名です。小児は圧倒的に食物が多い、ことでありますが、即時型アレルギー反応ということではアレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎も、同じような病態というふうに言えます。すべてカタカナでアナフィラキシーという言葉を見ますとよほど特殊な病態かと思いきや、決して、特殊な病気ということではありません。ただ、病名が違うという意味では、先ほど申し上げたアレルギー性鼻炎や結膜炎とは違う特徴があるわけで、その特徴が次の段に書いてあります。皮膚、呼吸器、消化器など多臓器に全身性に症状が現れ急速に進行するという特徴があります。アレルギー性鼻炎を想像していただければお分かりかと思いますが、アレルギー性鼻炎の患者さんはどんなに重篤化していっても微症状が強く出るだけでありまして、他の臓器症状が出現することはありません。一方で他の臓器症状が全身性に急速に出てくるのがこのアナフィラキシー症状であります。次の文章がよく間違えられているところでありますが、時に血圧低下など強い症状を引き起こし、これをアナフィラキシーショックと言いますが、このアナフィラキシーショックという言葉が長いので、ショックという言葉を取り、アナフィラキシーという言葉がアナフィラキシーショックのことを指し示しているというふうに誤解されている方が多いです。これは間違いでありまして、例えば鶏卵アレルギーの患者さんが間違えて鶏卵を摂取して5分後に、つまり即時型で症状が出現し、その症状が蕁麻疹が出現する中咳が現れ、また腹痛も訴えてきた場合には、これは多臓器に全身性に症状が出現していることになり、まさにアナフィラキシー症状の定義に入ります。ただ意識もはっきりしていて、自分の足で病院を受診できるような状況であれば、それは血圧低下などの強い症状ではありませんので、アナフィラキシーショックではないということになります。アナフィラキシーショックはアナフィラキシーという病態の中の、極めて重篤な状況に陥っている病態を指しますので、誤解をしないようにしてください。ただアナフィラキシーショックは、そうした意味では極めて重篤な状況に陥っており、時には死亡してしまう可能性もあります。我が国での死亡例の報告は決して多くありませんが、小児も含めて定期的に死亡例の報告はありますので、改めて食物アレルギー、それに伴うアナフィラキシー症状はその字を死亡に至らしめてしまう可能性のある病態なんだということはご理解ください。ここでアナフィラキシーショックの実際の症例をお見せします。3歳男児で、当院で
鶏卵、牛乳、小麦など様々な原因食物を除去しておりました。これまでショックまで至りませんが、強いアナフィラキシー症状を2回ほど経験しております。こうした既往歴もリスクを評価する意味では重要です。また気管支喘息の合併もありましたが、気管支喘息の合併およびその管理の程度はアナフィラキシー患者のショックのリスクという意味では重要な情報源となります。この患者が食物負荷試験をして重篤な状況に陥っていってしまいました。小麦粉 5g の負荷試験でしたが、1時間をかけて3分割で投与していく中で、全量摂取してから10分後に顔面の発赤を認めるような結果でありました。その後症状は時間を置かずして進行していきます。当初の痔の顔面の状況でありますが、唇の周り及び鼻の下あたりの皮膚の色の白さ、これが本来の痔の皮膚の色でありまして、顔面は真っ赤であります。眼瞼、まぶたも腫れてきておりまして、目も開きにくいような状況です。時期に蕁麻疹及び黄斑、赤みは全身性に広がる中で、鼻汁が強く出る中、くしゃみ、そして咳と進展してまいります。聴診をしてみますと、胸部で胸では前鳴が強く聞こえるようになり、当初蕁麻疹黄斑をかきむしっていたようなお子さんも時期に元気がなくなり、最終的にはぐったりしてしまう中で、酸素投与も必要な状況に陥りました。これがまさに先ほど説明したアナフィラキシー症状であります。全身性に複数の臓器症状が現れているのは今説明した通りです。皮膚症状、粘膜症状、呼吸器症状、そして血圧低下も認めましたので、この痔はアナフィラキシーショック状態に陥っております。この痔が顔面が赤くなってきてから左下の最も重篤な状況に陥るまでにかかった時間はおよそ10分です。極めて急速に進行するアナフィラキシー症状ですので、この10分という時間は決して短い時間ではありません。むしろ時間単位で進行していくアナフィラキシー症状の方が稀でありますので、現場でも急速に進行するこうした症状に対して適切に対応できるような力を身につけていくことが求められております。まず保育所では何をするべきなのかを考えてみましょう。3つ挙げてみました。第1に、食物アレルギーのお子さんたちが他のお子さんたちと変わらぬ生活を過ごすことができる。これはすなわち保育所で他のお子さんと同じような給食を提供していただくことと思われます。続きまして、その給食を提供する以上、その給食が安心安全なものを提供していただかなければなりません。またさらに、給食を提供する以上、事故が起こる可能性がありますので、その事故が発生したときに迅速正確に行動できる能力を身につける必要があります。具体的に保育所において食物アレルギーの対応を始める前に準備していくことがいくつかあると思います。3つ挙げてみました。1つは、現場の先生方また管理者の方々が食物アレルギーおよびアナフィラキシーの危機を理解して、その対応を進めていかなければいけないんだという意識を持っていただく意識改革です。で、その上で対応を進めていくわけでありますけれども、正しい知識や能力を持ち合わせていなければ十分な対応ができません。さらに、園内だけで対応が完結するものではありませんので、家庭、保護者及び医療機関、所轄の消防署との連携も進めていく必要があります。アナフィラキシーの事故を未然に防ぐためには、まず事前の対策が必要です。その対策としては、必ず保護者と面談を行い、患児の詳細な情報収集が求められます。生活管理指導表などを利用した情報収集も重要でありますが、生活管理指導表のみでは十分な情報が得られるわけではありませんので、詳細な情報収集を面談を通して行ってまいります。
もう一つ事前の対策といたしましては、先ほどと重複いたしますが、現場の先生方や管理職の方々の意識改革が求められます。その上で食物アレルギー事故を起こさないためにも予防策を講じる必要があります。その一つとして給食を提供する環境の充実です。現場の調理師の方々、また栄養士の方々の質の充実ということも求められます。また事故予防のマニュアル作成も、現場の先生方の調理をスムースに行うためにも必要なものであると考えます。それでも、人が行っていることですので、必ず事故は起こり得ます。その起きてくる事故に対しての対応としまして、やはり事故は起きるものだという認識、意識改革が現場の先生方、また管理職の方々に求められます。そして事故が起きた時の環境整備、そして事故が起きた時の対応をスムースに行うためのマニュアル、そして定期的にシミュレートを行い、マニュアルを形骸化させない努力が必要となります。アナフィラキシー症状への初期対応として、病院にたどり着くまでの間、保育所で行うべきことがいくつかあります。プレホスピタルケアと称されることもありますが、いくつか重要なポイントがありますので解説していきます。まず、目の前で症状が出現している児がどのような背景を持っているのかを知ることが大事です。事前に得た生活管理指導表や面談から得た情報を速やかに収集し、対応に生かしていく必要があります。また症状は急速に進行して重篤になっていく可能性がありますので、迅速にスタッフの招集をかける必要があります。具体的な事への対応ですが、すべての事がショックに陥るわけではありません。症状を評価しながら、軽症であった場合にはそのまま安静にしながら経過を追ってください。ただ症状の経過は極めて迅速に進行していきますので、最低1時間絶対安静にして慎重に経過を追う必要があります。食べた直後であれば、口の中にある原因食物を吐き出させ、触れている場合には局所を洗浄しましょう。また決して目を離さずに厳重観察、そしてその経過を記録に留めていくことも求められます。そしてご食事の内服薬として預かっているお薬がある場合には、事前の医師の指示のもとに投薬していきましょう。またエピペンを預かっている場合には、必要な状況があった場合に速やかに注射できるように準備することが求められています。今申し上げたようなことは一人でできることではありません。ぜひ事前にマニュアルを作成し、各先生方の分担を決めておき、またそれを定期的にシミュレートをして確認していくことが求められています。こちらの表はアナフィラキシー症状の重症度を3段階に分けた表です。グレード1が軽症、2が中等症、3が重症と、評価されます。一番右下の赤い四角で囲まれているところはアナフィラキシーショック状態に陥っている、状況を指し示します。血圧の低下を見て、この表を見ますと、皮膚症状、粘膜症状が多く、これまで食物アレルギー事故を経験した先生方は、先生方の経験を思い出されているかもしれませんし、また今まで経験したことのない先生方は、皮膚症状や粘膜症状が多いんだということを、記憶して、実際の症状を出現したときに的確に早期から発見できるようにしておくことは大事です。しかし、この表で最も重要なのは、むしろ一番頻度の少ないショック症状です。ショックという言葉は皆さん日常的に使用してしまいますので、実際の医学的なショックという状況を正しく理解している方は決して多くありません。医学的にショックという状況は、命の危険のある状況を指し示すようなことでありまして、そうした状況に 7.2% も陥るこの食物アレルギー症状は、極めて重篤な状況に陥りやすい病気であるというふうな理解が必要となります。実際この調査の中で
その後の経過が分かった患者さん方の状況を見た結果でありますが、入院の比率は 6.8% もあります。ショックに陥った患者が 7.2%、 同じ調査で 6.8% が入院しているということから、ショック状態に陥った患者のほとんどは入院しているということが容易に想像できます。外来受診も含めますと、実に7割の患者が学校給食で起きた食物アレルギー事故で医療機関を受診していることになります。さまざまな病気を保育所ではお預かりしていると思いますが、その頻度は 5% と決して低くない割合であり、なおかつ、事故が起きれば 6.8% という確率で入院してしまうこの食物アレルギーは、保育所でお預かりしているお子さんの病気の中で最もリスクの高い疾患の一つというふうに考えても間違いではないと思います。続きまして、アナフィラキシーという言葉の定義をお話しさせていただきます。これまでもアナフィラキシーという言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、間違えて理解されていることが多いですので、改めて学習し直してください。アナフィラキシーは食物、薬物、ハチ毒などが原因で起こる即時型アレルギー反応の呼び名です。小児は圧倒的に食物が多い、ことでありますが、即時型アレルギー反応ということでは、アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎も、同じような病態というふうに言えます。すべてカタカナでアナフィラキシーという言葉を見ますと、よほど特殊な病態かと思いきや、決して、特殊な病気ということではありません。ただ、病名が違うという意味では、先ほど申し上げたアレルギー性鼻炎や結膜炎とは違う特徴があるわけで、その特徴が次の段に書いてあります。皮膚、呼吸器、消化器など多臓器に全身性に症状が現れ、急速に進行するという特徴があります。アレルギー性鼻炎を想像していただければお分かりかと思いますが、アレルギー性鼻炎の患者さんはどんなに重篤化していっても微症状が強く出るだけでありまして、他の臓器症状が出現することはありません。一方で、他の臓器症状が全身性に急速に出てくるのが、このアナフィラキシー症状であります。次の文章がよく間違えられているところでありますが、時に血圧低下など強い症状を引き起こし、これをアナフィラキシーショックと言いますが、このアナフィラキシーショックという言葉が長いので、ショックという言葉を取り、アナフィラキシーという言葉がアナフィラキシーショックのことを指し示しているというふうに誤解されている方が多いです。これは間違いでありまして、例えば鶏卵アレルギーの患者さんが間違えて鶏卵を摂取して5分後に、つまり即時型で症状が出現し、その症状が蕁麻疹が出現する中、咳が現れ、また腹痛も訴えてきた場合には、これは多臓器に全身性に出現し症状が出現していることになり、まさにアナフィラキシー症状の定義に入ります。ただ意識もはっきりしていて、自分の足で病院を受診できるような状況であれば、それは血圧低下などの強い症状ではありませんので、アナフィラキシーショックではないということになります。アナフィラキシーショックはアナフィラキシーという病態の中の、極めて重篤な状況に陥っている病態を指しますので、誤解をしないようにしてください。ただに通う子どもたちの一人一人が大切にされ、健康的で安全に生活できるよう環境や体制を整えることが、私たち保育士の重要な役割です。平成20年3月に保育所保育指針が改定・告示化されました。第5章の健康及び安全では、施設長のリーダーシップのもとに全職員が共通理解をし、保護者との密接な連携のもとに取り組むこと、また地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協力が得られるように努めることとしています。保育所ではアレルギー疾患の子どもが年々増加傾向にあります。しかし医者によって診断が違い、さまざまな食事の提供の仕方や保育所での対応を求められるなど、多くの課題があることが調査研究で分かりました。そ
そのことを踏まえ、厚生労働省では平成23年3月、保育所におけるアレルギー対応ガイドラインを作成しました。その目的は大きく3つです。1つ目は、アレルギー疾患に対する正しい知識を得るということです。アレルギーは専門性が高く、研究も日々進歩しています。このガイドラインは、一度読んだだけではなかなか理解しにくいかもしれませんが、保育所で見られるアレルギー疾患について専門的な言葉も含めて最新の知識を学び、共通理解や園での正しい対応に役立てていただきたいと思います。また第4章ではアナフィラキシーが起きた時のエピペンの取り扱いに関する考え方や使用方法を示しています。この DVD では後半でその方法について実演します。2つ目はアレルギー疾患に対して保育所、保護者、主治医や嘱託医等の医療機関が共通理解をするということです。このガイドラインにより1つ目でお話しした最新の知識や保育所での生活を3者が共通理解をし、子どもにとって無理のない生活ができるよう対応を検討するために活用いただきたいと思います。そのためのツールとして生活管理指導表を示しています。この生活管理指導表はそれぞれのアレルギー疾患についてガイドラインの内容に沿って確認できるようになっています。入園の時や対応が必要となった時、保護者に配布し、主治医やアレルギー専門医に記入してもらいます。その後、保護者と保育所の職員と面談をして、共通理解をして園での対応を決めます。これは学校で使用されている生活管理指導表とほぼ同じ様式となっています。3つ目は、対応のための体制作りの強化と地域との連携ということです。例えば、食事についてはアレルギー時について全職員が把握し、調理員や栄養士、看護師と連携し、誤食などを起こさないようにするための連携や体制を整えることが重要です。しかしながら、万が一アナフィラキシーを起こした場合、緊急時の対応や役割分担を明確にして組織的に対応すること、嘱託医や救急との連携などマニュアル化しておくことも大切になります。そしてアレルギーについては地域の専門的な支援の下で安全に対応できるよう、市町村の支援の下に組織整備も不可欠となります。正しい知識を持ち、ガイドラインで示した原則をもとに、それぞれの保育所で安全安心に子どもたちが生き生きと過ごせる環境づくりに役立ててください。それでは、保育所が一番対応に苦慮している食物アレルギーを中心にご講義いただきます、昭和大学病院の今井孝成先生をご紹介いたします。こんにちは、昭和大学小児科の今井です。今日は保育所における食物アレルギーやアナフィラキシーの対応に関してのお話をさせていただきます。現場での具体的な対応、エピペンの実際の使い方なども講義させていただきたいと思っております。食物アレルギーの患者はどれくらいいるのか。おおよそ乳児期には 10%、幼児期は 5%、 学童期は 2-3%、 成人もあまり変わらず 2-3% 程度と考えられております。ここで分かるのは、幼児期に 10% もいた食物アレルギー児が学童期、たった6年間に、約5分の1まで減るという事実であります。このお子さんたちは、この除去していた食物が食べられるようになるために、学童期には 2% と減っていく経過があります。こちらは保育園児における食物アレルギーの有病率調査の結果ですが、0歳児、1歳児をピークとして5歳児に向かって減っていく様子がお分かりいただけると思います。こういったお子さんたちの
保育所における年間の誤食事故発生率はおよそ 20% を超えてくると言われております。食物アレルギーの原因食品はご存知の通り鶏卵、牛乳、小麦が我が国の三大主要原因食物と言われております。それ以降ピーナッツ、果物類、イクラ、エビ、そば、大豆、カニ、クルミなどが多いと言われております。ただこれは年齢によって多少違う傾向があります。これは年齢別に見たものですけれども、0歳から20歳以上まで6群に分かれておりますが、頻度の多いものから順に、全体に占める割合が 5% 以上のものを示しております。0歳児は圧倒的に鶏卵、そして乳製品、小麦で全体の 90% を占めます。以降6歳までの経過の中で鶏卵が最も多い原因食物でありますが、その割合は徐々に減っていきます。また乳製品も0歳児には約4人に1人が牛乳アレルギーですが、その後減っていく傾向があります。それに代わって学童期に向かって増えていくものが甲殻類や果物類、ピーナッツ、魚卵などが挙げられます。年齢群ごとに原因食物が変わってきますので、年齢別に注意するべき原因食物を考えていく必要があります。食物アレルギーはこの食物による不利益な反応という大きな病態の括りの中に入ってまいります。食中毒も食物による不利益な反応という意味ではこの範疇に入ってまいりますが、食物アレルギーと食中毒が同じ病態でないということは誰しもわかることだと思います。それを分けてくれる表でありますが、食中毒は上、毒物混入物による反応に入ります。食品に細菌、ウイルス、寄生虫などが感染していることによって発症するのが食中毒、またもともと毒が含まれているものに対して反応するものもあります。一方で食物アレルギーは食品の中に毒物や混入物があるわけでもなく、食物による不利益な反応が起きるもので下の分類にされます。この毒物混入物によらない反応はさらに2つに分けられ、免疫機序による反応が食物アレルギーとされます。一方で免疫機序によらない反応もあり、これは食物不対症として分けて捉えていく必要があります。食物アレルギーと一般的に言われますが、実は様々な病形があります。年齢群ごとに、上から新生児乳児消化管アレルギー、食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎、即時型、そして特殊系と分類されます。一番上の新生児乳児消化管アレルギーは、その名の通り新生児期に発症して乳児期に多くは改善してまいりますので、保育所でご覧になることはまずないと思います。また特殊系の2つは学童期以降の発症が多いので、保育所ではあまり問題になることは多くありません。一方で食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎型や即時型はまさに保育所で大きな問題となる病形です。食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎はその名の通り、乳児期に食物が原因でアトピー性皮膚炎症状が悪化するタイプで、鶏卵、牛乳、小麦などが原因食物として指摘されます。即時型は今回の話の主題ですので、ここでは詳しく申し上げませんが、乳児期から幼児期以降、成人、老人になっても発症する可能性があり、先ほどお示ししたように年齢群ごとに原因食物は大きく異なってまいります。即時型食物アレルギーのメカニズムを示します。免疫を担当する細胞、マスト細胞、そしてその表面に固着しております IgE という免疫グロブリンが関与してまいります。この IgE はマスト細胞の表面にあり、先端で異物を1対1で認識するような働きがあります。これをもう少し分かりやすく示しますと、こちらの図になります。左側の原因食物 A を認識する IgE、 医学的には特異的と申します。この IgE は先端で、原因食物 A を認識する働きがあります。体の中に原因食物 A が入ってまいりますと IgE の型にはまり、その刺激がマスト細胞に伝わっていきます。一方で右側、
原因食物 B を認識する IG、 左の IG とは先端の形が違うのは分かりいただけると思います。原因食物 A が体の中に入ってきたとしても、その型がはまりませんので反応は何も起こらないということになります。こちらのマスト細胞に反応する原因食物をが体の中に入ってまいりますと、 IG に取り込まれ、その結果マスト細胞から化学物質、細胞中の化学物質が放出され、まあ、こういった物質が全身に作用して様々なアレルギー症状が発現してくると考えられております。食物アレルギー症状は様々な症状が発現してまいりますが、その頻度はかなり違ってきます。一番多いのは、図表でも示しておりますように皮膚症状で、こちらの学校給食で発症した事故の調査ではおよそ7割の患者に出現してきていることがお分かりいただけます。別の調査では 90% 程度皮膚症状が出現してくるというものもあります。おおよそ皮膚症状は蕁麻疹、それに伴う強い痒みが代表的であります。続いて多いのが粘膜症状です。体には粘膜がいろんなところにありますが、一番多い粘膜症状は唇やまぶたの粘膜症状、外表的な粘膜症状で、見た目に、目が腫れてきたりとか、あとは唇が腫れてくるようなことをよく見受けられます。まあ、これらの2つの症状は、特に命に直接関わり合いのある症状ではありませんので、全身性に強く出たとしても、緊急を要することは決して多くありません。一方、ここから下の症状は時に命を脅かしかねませんので、細心の注意が必要となります。その一つが粘膜症状のうちの気道粘膜症状。気管支の内側も粘膜でできております。こちらの気道粘膜が腫れてきたりすると、最悪呼吸困難から窒息という状況に陥りかねません。気道粘膜は直視できませんので、症状から想像するしかありませんが、成人であれば胸部圧迫感であるとか胸部硬躍感、喉頭硬躍感などを訴えてまいりますが、幼児の場合はなかなかそのような症状を訴えることはできず、いきなり呼吸器症状が強く出てくることもありますので注意が必要です。続いて多いのが呼吸器症状、くしゃみ、咳、喘鳴、ぜいぜいヒューヒューから呼吸困難が強くなり、最悪呼吸停止も可能性としてはありえます。生命に直結する症状でありますので、その症状の進行には細心の注意が必要です。消化器症状は腹痛、嘔吐、下痢が主症状となりますが、中には極めて強い腹部症状を訴えてくる場合もあります。そして一番少ないのがショック症状でありますが、およそ 7.2% 現れてきます。こちらのアナフィラキシーショックは、そうした意味では極めて重篤な状況に陥っており、時には死亡してしまう可能性もあります。我が国での死亡例の報告は決して多くありませんが、小児も含めて定期的に死亡例の報告はありますので、改めて食物アレルギー、それに伴うアナフィラキシー症状は、その字を死亡に至らしめてしまう可能性のある病態なんだということはご理解ください。ここでアナフィラキシーショックの実際の症例をお見せします。3歳男児で、当院で鶏卵、牛乳、小麦などさまざまな原因食物を除去しておりました。これまでショックまで至りませんが、強いアナフィラキシー症状を2回ほど経験しております。こうした既往歴もリスクを評価する意味では重要です。また気管支喘息の合併もありましたが、気管支喘息の合併およびその管理の程度はアナフィラキシー患者のショックのリスクという意味では重要な情報源となります。この患児が食物負荷試験をして、重篤な状況に陥っていってしまいました。小麦粉 5g の負荷試験でしたが、1時間をかけて、3分割で投与していく中で、全量摂取してから10分後に顔面の発赤を認めるような結果でありました。その後症状は時間を置かずして進行していきます。当初の痔の顔面の状況でありますが、
唇の周り及び鼻の下あたりの皮膚の色の白さ、これが本来の痔の皮膚の色でありまして、顔面は真っ赤であります。眼瞼まぶたも腫れてきておりまして、目も開きにくいような状況です。時期に蕁麻疹および黄斑、赤みは全身性に広がる中で、鼻汁が強く出る中、くしゃみそして咳と進展してまいります。聴診をしてみますと、胸部で胸では前鳴が強く聞こえるようになり、当初蕁麻疹黄斑をかきむしっていたようなお子さんも時期に元気がなくなり、最終的にはぐったりしてしまう中で、酸素投与も必要な状況に陥りました。これがまさに先ほど説明したアナフィラキシー症状であります。全身性に複数の臓器症状が現れているのは今説明した通りです。皮膚症状、粘膜症状、呼吸器症状、そして血圧低下も認めましたので、この痔はアナフィラキシーショック状態に陥っております。この痔が顔面が赤くなってきてから左下の最も重篤な状況に陥るまでにかかった時間はおよそ10分です。極めて急速に進行するアナフィラキシー症状ですので、この10分という時間は決して短い時間ではありません。むしろ時間単位で進行していくアナフィラキシー症状の方が稀でありますので、現場でも急速に進行するこうした症状に対して適切に対応できるような力を身につけていくことが求められております。まず保育所では何をするべきなのかを考えてみましょう。3つ挙げてみました。第一に、食物アレルギーのお子さんたちが他のお子さんたちと変わらぬ生活を過ごすことができる。これはすなわち保育所で他のお子さんと同じような給食を提供していただくことと思われます。続きまして、その給食を提供する以上、その給食が安心安全なものを提供していただかなければなりません。またさらに、給食を提供する以上、事故が起こる可能性がありますので、その事故が発生したときに迅速正確に行動できる能力を身につける必要があります。具体的に保育所において食物アレルギーの対応を始める前に準備していくことがいくつかあると思います。3つ挙げてみました。1つは、現場の先生方また管理者の方々が食物アレルギーおよびアナフィラキシーの危機を理解して、その対応を進めていかなければいけないんだという意識を持っていただく意識改革です。で、その上で対応を進めていくわけでありますけれども、正しい知識や能力を持ち合わせていなければ十分な対応ができません。さらに、園内だけで対応が完結するものではありませんので、